e スポーツがされるようになったのは今年からですね。そう、今年からの大ですよ。タイミングがいいんです。タイミングがね。いやでもこれでオーブの皆さんがそうなんですよ。金メダル取ったら誇らしいですよね。この番組はゲームをプレイするのはもちろん、 e スポーツに関係する人物や企業、団体に会いに行くなど e スポーツを楽しみながら学ぶ番組、 e スポーツで知多半島を盛り上げます。知多半島 e スポーツ部。さあ始まりました、知多半島 e スポーツ部。イエーイ。さあ、前回引き続き、ここ石ヶ瀬児童、老人福祉センターの方で、やっていきたいと思います。はい、前回ちょうどね、はい、座談会しましょうってお話聞いていきましょうってなったら終わっちゃいましたからね。そうなんですよ、今回は、はい、早速皆さんに来ていただいてますので、はい、改めてよろしくお願いします。これなんでその2年前にここにその e スポーツのこの設備をやろうってなったんですか。もともとコロナ禍でやっぱり高齢者の方が家にいなきゃいけないとか、うんうん、そういった時に友達との交流の場がなくなったりとか、はいはい、そうした時にやっぱりこういう施設だったらインターネットを介してでもできるとか、高齢者だけじゃなくてこういうところがあれば小学生と、うんうんうん、大人の方とか、うん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 、大人と大人みたいな感じで交流が持てるっていうところがあって、うんうんうん、確かに確かに、大府市長が、まあ、こういう場所を作ったらいいんじゃないかっていうことで、うん、でこの石ヶ瀬にできたってことですね。はい、そうですね。そう、年輪ピックっていうのはいつから始まったんでしょう。年輪ピックの歴史は長いんですけれど、うん、e スポーツがされるようになったのは今年からですね。そう、今年からの大会ですよ。タイミングがいいんです。タイミングはね。いやでもこれでオーブの皆さんがそうなんですよ、金メダル取ったら誇らしいですよ ね、 いや本当にね、取れたといいね。大渕さんもこの施設作ってよかったなってなるんですよね。そうですよ ね、 ですよね。まあ、とりあえずまずは地方大会 ね、 実際ね、感想はちょっと僕も聞きたいなと思いまして、はい、実際まあ、うん、出てどんな感じでした。予選会出て全然緊張しなくてね、楽しくて練習いっぱいしたら、うん、スタッフの人が上手ですねって褒めてくださって、うん、そうなのかなと思ってちょっと上手なのかな。でもその予選の皆さん雰囲気っていうのは結構みんな本当に勝つぞみたいな感じだったんですか。いや楽しかった、和やかにみんなでました。楽しく、うん、絶対負けねえって感じじゃないですか。なんかね、盛り上がってたね。でもそれもまたいいところでありますからね。僕もね、今回大口さんといろいろなことを一緒にさせていただいて、なんかこうやっぱ若い子たちでこう活動みたいなんでこうあるんですけど、やっぱりこれをやっぱり楽しむことが先にっていうのもね、そういう見ていてもすごい名古屋平和ですよね。実際予選で1位になった時は緊張されてたんですか。してました。緊張しましたよ。緊張しました。聞きたいぐらいです、どうしたら緊張していいか。楽しかった、楽しいのは楽しかった、みんなで盛り上がって、だんだん点数良くなるし、わーとかね、良かった、なんかね、硬くなっちゃうと早くなったり、ね、緊張しちゃうと固まっちゃって、あ、緊張はダメってこと、やっぱり楽しくリズムになってね、やってる方がうまく、なるほど、はい、いきますね、はいはい、緊張せずに、はい、まあ、あとはその緊張も、なんか緊張してるどうしようっていうよりもこの緊張を楽しむぞっていう気持ちでいつもライブとか、僕たちは毎回ライブ始まるときにオーバーチャンで1分間の曲が流れるんですけど、その間にエンジン組んで、なんかみんなそれぞれ頑張るぞみたいなこと言って、でよろしくって言った後みんな思いっきり背中叩き合ってますから、バーンって。なるほど。だから背中叩くと結構気合入るんで、カツ入れるのかね。やろうかしたね。ちょっと皆さんやらないといいかな。それを俺それを俺それで本番上がらないあれみたいな、そうかもしれない、私はいいけど、危ない危ない、でもなんかエンジンとかって結構本当にまとまるんですよね。あとなんか掛け声とか、なんかそういうのあると一気に気がガッて引き締まるんで、掛け声、掛け声なんですか。掛け声は、掛け声はボーイズ&メンよろしくって毎回右足をよろしくって、愛知県どんどこに決まったからね、そう、愛知県どんどこ、愛知どんどこってチームですね。じゃあ愛知どんどこだ。いいじゃないですか。勉強になります。いろいろとお話を聞いたところで、館長から
ボイメンのある楽曲がここで使われているというお話が。なんか実はうちあの CD が1枚ボイメンの CD があって1枚、ま、昔の曲ですけど、それをずっとジャグリングクラブって小学生の子供クラブがあるんですけど、その子たちがずっとそのあの曲でボイメンの曲であのセンター祭りのオープニングをやったりとか。あ、そうなんですね。え、なんて曲なんですか。ごめんなさい中途半端な。ごめんなさい、終わりましょうね。ちょっと本をあげろですね。そこまで言うんだったら旗をあげろじゃなかったと思って、ちょっと何だったっけ、何あげるんだったっけ、ちょっと本をあげろですね。いや嬉しいですね、こうやって。今もやってるんですか。やってますよ。センター祭りは来ますよ。大丈夫です。そうそう、すごいですね。半日で楽しいよね。行きたかったけど今度ちょうど、今年ちょうどその大会の日なんです。大会の日で行けなかったんですね。19日10月19日がセンター祭りなんです。あ、そうなんですね。本当にでも嬉しいです、こうしてね、また自分の地元の場所に来れて、ね、こう新しいまた変化も見れて地元の、うん、素敵なね、ちょっと本当に応援したいですよね。いや、もうね、ぜひぜひ、はい、本当に買っていただけたら嬉しいな。いや、本当に頑張ってください。応援します。はい、ではせっかくなんで、はいはい、ゲーム大会というかちょっと戦いましょうか。え、今え愛知県代表と戦うってことですか。はい、ぜひ。先生、何無茶ぶり言ってんですか。いや、無茶ぶりされてるの僕のだけだと。え、じゃあ今からでもせっかくならやりたいっすよね。ちょっと楽しそう。4人でリーグ戦で 2-2 で勝った者同士で決勝するとか。今回対戦で使用するのは年輪ピックの種目でもある太鼓の達人。楽曲のリズムに合わせて流れてくる音符をタイミングよく叩きハイスコアを目指す和太鼓リズムゲームです。先生、河合さん、稲谷さん、田村さんの4人でトーナメント戦。まずは先生と河合さんの対決です。続いては稲谷さんと田村さんの対決です。いや、僕は負けないように頑張れ。俺は本当テレビ的には絶対この2人が戦った方がいいと思うんですけど、でも俺は絶対負けないですよ。ボイメンはボイメンは何事にも本気なんで。頑張れ。なんと年輪ピック予選大会1位の稲谷さんを田村さんが撃破。最終対決は河合さんと田村さん。あ、決勝戦河合さんと田村さん。はい、決勝戦です。緊張した。
当日の自転車内のヒリヒリが大事ですから、はい、その時お疲れさんでした。ありがとうございました。すいません、勝ってしまいました。勝ってしまいました。まあまあでもさすがやなって感じで、すいません、ちょっとアイドルだし、負けは負けですけど悔しいです。ずっと悔しがってるんですよ、2人が。現役アイドルバリバリのこうミュージシャンとリズム感で、ね、惜しい試合ができるっていう、そうですよね。ある意味なんかすごい普通に負けてますから。ちょっと見ていただいてた、ちょっと感情から。やっぱりあの見ててもね、あの応援する側っていうのも楽しいので、あ、そうですね、本当に、うん、そう思います。今日負けたくなかったんですけど。そうですよね、そうですよね。なんかの負け、誰にも負けたくなかったのに、トムトムに負けてしまいました。本当にすみません。お見事です。先生も上手でした、最初。先生ね、めっちゃ上手。先生の話はやめてください。異次元になります。先生はあなたの弱さだよ。思ったより上手でした。今日一番負けたので、多分すごい練習すると思います。逆にね、絶対優勝ね、頑張ります。頑張ります。今日の一つで、なんかここからさらにいい意味でなんかちょっと闘志を燃やしたね。燃やせれたら嬉しいですけど。で、全国大会で優勝して、もう一回リベンジ。あ、いいですね。そうだね。逆に負けたから良かったです。良かったね。勝ってたらもう自信満々で行っちゃうから。確かに若い子よかったしみたいなね、なっちゃうんですけど。じゃあここで倒しておいて良かった。そうそう。ありがとうございます。最後に AAO じゃないですけど、ちょっと頑張っていただいて。そうですね。オーブからチャンピオン出すぞということでね。オーブからチャンピオン出たらマジすごいっすよね。じゃあアイドルの掛け声で。はい。チャンピオン出すぞ。オーブからチャンピオン出すぞって。先生、さらっと今逃げましたね。いやいや、そんな格好いいとこ最後俺にさらった。いやいや、ちょっと言える自信なくなりましたね。いや、大丈夫です。最後、はい、じゃあオーブからチャンピオン出すぞって言ったら、オーブで。はい、じゃあいきます。あそこでお願いしますね。はい、あそこですね。はい、オーブからチャンピオン出すぞ。ここからは年輪ピック。羽ばたけ鳥取2024 e スポーツ交流大会の試合結果をご紹介します。オーブの2人が参加する愛知県代表愛知どんどこは、20日に各県の代表など33チームが戦う予選リーグを勝ち抜き、翌21日に8チームが争う決勝に進出。結果は見事優勝、 e スポーツ部門の初代王者に輝きました。はい、では今回の知多半島 e スポーツ部はここまで。じゃあ次回もお楽しみに。お楽しみに。またねー。